皆さんこんにちは。はい、どうだよ。そうです。今日はロブロックスのデスドリーストーリーっていうのをやります。なんかこのデスドリーっていうのがハッカーさんなのかな？ハッカーみたいな人。Trust no one。誰も信じるなって書いてあるね。なんだこれ。いくぞ。Go。トラックに乗ってゲームが始まります。なんか泣いてる人が、こいつ何？何これの格好、こいつ隠してる顔。ようこそみんな、今僕たちは危険な状態にある。いきなりデスドリーが新しいモンスターがロブロックスに戻ってきた。いきなり彼女はロブロックスの中で一番強いハッカーなんだ。ジェナやエリザベスっていうハッカーなんかよりももっと強いんだ。ジェナもキャー。じゃあなんで僕たちは森の中にいるの？インターネットがないから。僕たちが隠れていたらデスドリーは僕たちを探せない。誰かがドアを叩いた。どうやって私たちを見つけたんだ？怖い。デスドリーがもう見つけちゃった。はいき答えちゃうの？見て、足跡が。私たちはこれを追いかけるべきだ。いや絶対ダメなやつや。僕についてきて。追いかけちゃうの？隠れてたんじゃないの？行くんだよ。そうだよね。やるしかない。ガガガガガ。誰？エスケーピー。誰？助けて！彼女がここにいる。これ何？デスドリーが。僕は工場から逃げてきたんだ。奴はみんなを実験台にして助けてくれ。何？工場はひどいありさまだ。一体何が起こったんだ？それが起こったんだよ。私が怒ったって言ってる。リベンジをするぞ。やば。逃げないと。逃げろ。座れば。やだ怖い。おい誰か狙われてる今。カーフ狙われてる？カーフ狙われてます。次せい。おいせい負け。くーデストーリーですね。座ったろ。おーいやばい。パパですね。ちょっと待って俺めっちゃ食らったよ。順番に来ますね。ちょっと俺まだやられてる。女の子なの？ C って言ってたけど。女の子です。犬みたい。パパだー。俺だ。巻いた。まあいいだろう。私の工場に近づくなよってね。なんだよ一体よ。彼女の工場を見つけないと。僕はそして実験をやめさせないと。うちら隠れてたと思ったのに。どこか知ってるよ僕は。知ってるの？隠れてたんじゃないの？静かに僕についてきて。いいぞ。なんで知ってるのよ。ジェナが。ジェナがいる。ジェナ。ジェナは一時期流行ったハッカーですね。あれはジェナ？ここで何をしてるの？彼女は何言ってるかわかんない。マイクが壊れている。何？急いで。バッテリーを見つけないと。マイクをオンにしないとって言ってますね。バッテリーを見つけて。これじゃない？めっちゃあるじゃん。いっぱいある。いっぱい。10個見つけないといけない。取れ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 。よし。やっと彼女の声が聞こえる。私はジェナよ。デスドリーが私を捕まえたの。他のロブロックスのハッカーをみんな攻撃してきて。待って、ということはデスドリーはいいやつってこと？確かに違うわ。彼女はイーブル、悪魔よ。彼女はただ一人のハッカーになりたいの。なるほど。彼女はあなたたちがここにいるって知ってるわ。あのゲートから逃げて。やばいじゃん。こちゃガー行くぞ。あ、オリやオリです。おい、やられんなよ。時間か。いや、余裕でしょ。いや、結構長いよ。長い。ああ、パパは余裕じゃないから俺たちは余裕。イエーイ。行きました。カホ行きました。パパはなんか。嘘でしょパパ。地味。なぜ？ああ、行き方。せめてこうギリギリで死ぬとかさ。次は。ここはどこ？なんだこれ。サーバーだ。ここはデスドリーの世界じゃない？来る。新しいユニバースの中に入ったんだって言ってるね。デスドリーのミニオンたちですね。倒せー。この男の子何してんの？なんか戦う準備をして。オッケー。来た。やだ。え、デスドリー弱くない？一人倒れてる。痛い。トリッキーな動きをしてる。余裕で。あらー。弱っ。行くぞー。中に入ってくよ。めっちゃ弱かった。弱い。え？いる。もうちょっと守りを強くしないと。これがもし効かなかったら、私自身があなたたちをやっつけに行く。ああ、まだデスドリーの世界にいるみたいだ。くら。ここから脱出しないと。おー、2つ穴があるよ。どっちか1つが本当の世界に戻れる穴だ。左。どっちか1つ選んで。ジャンプインしろってこと？正解。左にいた。俺は右だ。左です。すごい。パパ死んだ。なんでやねん。そしてやっぱり帯があるよね。また。もうこれ以上死にたくない。で元の世界に戻れたらいいんだけど、もうパパ2回死んでる。もう2回死んでるから。行くぞ。あ、マジスタック。え、セイスタックした？セイがスタックした。なんで？あぶれ。パパ癖かも。本気でデスドリーにハックされた？ハックされてる。動けなくなってる。せや、あそこにいる。だからこれさ、なんかどっか押したら戻るとかない？あそこにいる。せいが動きません。おう。ハックされた？あ、でもまた動いた。さあ、本物のデスドリーと戦う時が来たようですね。やるしかねえぞ。来る。デスドリー。でかい。でかっ。あ、これ戦えないやつか。逃げなきゃいけないやつじゃない？そうですね。うわ、なんか気持ち悪いなこいつ。私の工場に来るなって言ったじゃないか。さあ、お前らには死んでもらうぞ。うわ、来た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 。やばい、来てる。やってきた。ってことは、おお。ああ、やばい。逃げて。お、乗れ。あ、乗れ乗れ乗って乗って乗って。パパ。やられた。近くに行ったら、多分でも次だ。まだ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 。ここ。今だ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 。いけ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 。ででででで。パパなんかやってよ。ああ。逃げて。一発。パパ弱っ。一撃。パパ何回死ぬの？もう3回目です。一発だ。まだ。いけいけいけ。やれ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 。いや、消えた。ちっちゃい。消えた。いきなり消えた。地味。信じられない。爆発とかないの？ロブロックスで一番強いハッカーの私をやっつけるなんて。なんかカホが目立って。でれ。たった一人の相手をリベンジしたかっただけなのに。誰？チェナ。一つ提案を。絶対羨ましい。これ絶対羨ましい。一人の人を発掘させてくれ。そして私は全てをやめるから。なるほど。提案を持ちかけられましたよ。牢屋に入って将来友達にあなたたちをやっつけ。オッケーやれや。え、ドリーにハックさせるの？だってそれで終わりにするんだろ。え、分かった、うん、あなたに一人だけハックさせてあげよう。もう最後よそれが。本気で？そうね、俺らは信じるよこいつを。バカなやつめ。ハッカーを信じるなんて。誰を最後にハックするかってお前だよ。お前。さあロブロックスを永遠に奪い取ってやる。え、うちらまんまと騙されてる。え？騙されたの？あ、あれ？墓場にいますよあなたたち。え？え？え？マジかい？